こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、夏見店長と行く東京コーヒー旅です。暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。はい、浮かれすぎじゃないですかこの感じは浮かれすぎじゃないですかはい、僕はね、人生初のディズニーランドでしたよ。はい、夏見店長も10年ぶりのディズニーランドだったと。はい、ということで東京コーヒー旅、満喫してきましたね。いいですか、これ外してSCAJ、そして東京コーヒードッグフェスティバルにご来場いただいたコーヒー愛好家の皆様、誠にありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、この2つのイベントを通して。たくさんの方が来てくださって、たくさんの方が「夏見店長見てます」って言ってくれて、で名前とか見ると「あー!」って注文してくれましたねみたいな。行く前は半信半疑だったじゃないですか。会場でめちゃくちゃ声かけられるよとか、夏見店長降臨はもうニュースになるよとかね、実際その通りでしたよね。ブースに立ってたんで来てくださったって感じでね、ありがたいですね。ミニーマウスとしての活躍が楽しかったんですが、まずは SCAJ と東京コーヒー道具フェスティバル、こちらに降臨した夏見店長の様子からライブ配信の裏側なんかも合わせて VTR を作っておりますので、 VTR をどうぞ。はい、夏見店長が東京に来たいつ経つんでしたっけ。明日。はい、 SCAJ 会場にいます。ついに家から出てきましたよ。はいはいありがとうございます。夏見店長、おはようございます。この後8時半からライブですが、意気込みをお願いします。まだ気持ちができてないはい、ではこの後8時半からライブでお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。楽しかったですとにかくやっぱたくさん視聴者さんだったり来てくださったんで、やっぱこれはやめれないなっていうふうに思ったし、何より夏目店長が今回初参戦だったんで、そこがもう僕は責務を果たしたなっていう感じでしたね。夏目店長いかがでしたか。今まで名前だけのやり取りだったのが、今回実際にお会いすることができて本当に嬉しかったです。本当に来てよかったなと思いました。来年も来年もね、行けたらいい言ってもね、今回はもう B2B の場でもあったんですけど、明日は本当に日本中のコーヒー愛好家さんに僕らの全力をぶつける日なので、ぜひ来ていただける方々は楽しんでいただけたらなと思います。今回のイベントでは一人一人のお客様としっかり交流できる時間をとっているので、みんなとゆっくり楽しんで交流したいなと思います。はい、じゃあ明日は新橋でお会いしましょう。さよなら。さよなら。くめたな。完璧じゃん。完璧じゃないですか。完璧じゃないですか。これでね、あとは喋っていただいたら、はい。ちゃんとここね、音が出て。なるほど。皆さん、ちゃんとね、BGM。この BGM は動画も会場も連動しとるってこと？やば。ここはハイブリッド空間。すげえ。すごい。はい。では、コーヒー道具フェスティバル行ってみよう。やってみよう。ありがとうございます。作りましょうか。そこでちょっとカゴこっちにもらいます。これはちょっともうやめてください。切られるそうね。暮らしとコーヒーの動画。 SCAJ と東京コーヒードッグフィスタルの裏側までね、しっかり動画を流させてもらいましたが、はい、本当に素晴らしい日々でしたね。うん、ボランティアスタッフの方だったりとか、あとまあ京セラの方だったりとか、支えてくださる人たちがいたからこそ実現できたっていうふうに僕はすごく感じました。はい、辰巳店長は振り返ってみていかがですか？SCAJ はなんか1日がもうあっという間に終わったあれもう終わりみたいな。で、東京コーヒードッグフェスティバルは、時間ごとにね区切ってて、本当に毎回ライブ配信とかあって8回やったからね。8回そう、もう嵐のような感じだったんですけど、だから私は全然このイベントのそのなんだろう運営、その当日の、ね、流れを全然こうお手伝いっていうか、そっちに関わることができなかったのを全部ボランティアスタッフの方がカバーしてくれて、どうして今のあのに分かるんだろうってもうすごいの、本当にめちゃくちゃベテラン社員みたいな大きい会社みたいになったよね、中塚さんが来て、これすごいな、社員で回しようんかって、社員じゃないんですボランティアの方々がっつってえっつって愛されてるねって言われて、そう愛よ、そう愛でしかない、本当に愛でしかなかった。本当はね、ボランティアの方々も会場見たりお話したかったりとかしたかったんだろうけど、裏側が見れてよかったです。すごい嬉しいお言葉をくれて、もうあれがなかったらあのイベントのあの大成功はなかったと。だしやっぱ来てくださった皆様も行き届かないところも多分あったと思うんですよ。でもそれを気にせずにどんどん自分で聞いて自分でやってみるっていうところでカバーしてくれて、帰りに皆さんとご挨拶したんですけど、みんな楽しかった言ってくださったりね、すごいいいイベントで来年もやるって言っちゃったから、ちょっと来年もさらにグレードアップしてね、はい、やっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ来年もお楽しみにしていただけたらなと思います。はい、暮らしとコーヒーの動画で、ここからもう一本 VTR があるんですよ。はい、夏見店長と行く東京コーヒー旅です。はい、夏見店長待ちぶらしたんですよね。10年ぶりの東京、はい、でどうしても行ってみたいところがあるっていうことで、今回1か所だけ、はい、夏見店長のリクエストでコーヒー関係のところに行ってきました、はい、その様子をどうぞ。すごい、夏見店長が渋谷を歩いている違和感がすごいですねここ渋谷です。ヒカリエでランチでもしますか。はい、都会っすな、都会の景色でしかない。ちえちゃんに言われた、うん、声優になれるって。あ、なりますかって言ってた。夏見店長、はい、夏見店長のお出かけ、はい、どうしても来たいと言ってたところに来たんですけど、こちらはどこですか？はい、スターバックスのロースタリーですね、はい、ついに来ましたね。多分ね、みんな超意外だと思う。あ、そっか。奥さんがコーヒーをそもそもハマっていったきっかけを作ってくれた最初の第一歩がスターバックス。そう、当時ねコモが主流だった時に初めてスペシャルティーコーヒーを飲んだのがスターバックスの倉敷のイオンの中の店でしたね。はい、からついにここにたどり着くというね。はい、割とねやっぱ話題になってましたよね。ここでコーヒー豆を焼くと、今までね全部船で運んでたのが、はい、ついに日本で焼くということになって、中がどうなってるのかちょっと今から見ていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ごいね。東京東京東京って書いてある。ここにも焙煎機がある。大丈夫ですかね。はい。ご自身でご自宅で入れたりされますか？はい。これはすごい機械がやってくれるんですけど、はい、人が入れたような形でブラシから始めてくれるんです。ちゃんと。まずはブラシは手動で行ってきますね。お豆全体にお湯が行き渡るように回してます。こちらが終わると、あとはもう自動的に始まります。すごい優秀で、時間とかあと出るタイミングを見ながらタワー状にこれが出てきてくれます。これ今何グラムで何ミリぐらい入れるんですか？はい、ショートサイズ分なので20グラムの豆を使ってます。はい、抽出量はどれぐらいですか？ですね、ただこちらに近いので測ったことはなくてですね、でもハンドドリップでだいたいお湯など300ぐらい使ってます。300、じゃあ出来上がり280ミリぐらいですね。すごい賑わってます。私も行きました SCJ で、はい。ご覧になってください。はい、ありがとうございます。知らないから知りたかったんです。ヘベックスって使ってるところ少ないので、なのでスタッフでいろいろ教え合ったり、私は何度で抽出したよとか、いろんな情報をね言い合って勉強し合ってます。特徴としてはやっぱりこのフィルターですよね。和紙みたいな厚いフィルターを使っているので、ゆっくり落ちてきますし、油、コーヒーオイルしっかり吸い取ってくれるのですごいマイルドな風景になります。あとゆっくり落ちてくるので、コーヒーとお湯が使ってる時間も長いので、柔らかいコクが出てきます。焙煎とはいえ結構ルワンダこれ割と焼いてますね。あんまり浅入りって感じじゃないですか？入れるとそこまで強い味は出ないですね。ちょっとティーライクな感じの時もあります。割としっかり10日で膨らんでる。そうですね、スターバックスさんでこうハンドドリップしてるのが他の店ではあまり見ない光景です。そうなんですよ。でなのですごい皆様が楽しみに期待して来てくださる分、こちらもプレッシャーです。あと一つの豆で美味しく入れたとしても他の豆で美味しく入れられるとは限らない。そうですね、レシピをね変えないといけないから違うので、実はやっぱりみんながたくさんすごい人数が働いてるんで、みんなが美味しく入れなきゃいけないと豆の分量とかは変えられないんですよ。引き方もいつも一緒ですし、なのでお湯のこの注ぐタイミングとかでこちらも調節して美味しい味わいを出していかなきゃいけないのが難しいですね。レールがあればね共有ができるから、はい、何ミリで何秒でっていう。そうですね、なので新しいお豆が今本当に出たばっかりなんですよ。先週、新しいお豆が出たばっかりなのでみんなすごい研究してくれてます。なるほど、結構ラインナップ尖ってましたね。ザンビアとかルワンダとかベトナムとか、特にちょっと面白いのが多いです。ですね。はい、ベトナムはぜひ飲んでみたかったので、フライトに入っててよかった。そうです。ですね、個性的ですので、ザンビアもサンフライズなので、ちょっとスパイシーなパッとした味わいがあります。見ればお待ちください。私反射させていただきます。はい。もうあとは押し切りなんだね。勉強になりましたか？なんでケメックスなのかな？わかんない。なんでケメックスなんだろうね。あ、もう途中止めなんですね。あ、途中でもどちらでも大丈夫です。なるほど。抽出完了です。から先に飲んでいただいて、東京ザンビアと。ださい。はい、ぜひこのカップも買いながらですね、味わいを楽しんでください。なるほど。すごい東京はですね、すごい和をイメージしてごまとかですね、夏の店長、はい、楽しかったですか？楽しかった。なんかテーマパークだね。うんうん、コーヒーテーマパークみたいになってる。ね、はい、でコーヒーをいただいてみたいと思います。はい、この3種類の飲み比べを、この飲み比べ結構攻めてますよね。すごいよねこれ。ベトナム、東京、ザンビア、うん、どれから飲みますか？この順番がいいよ。あ、そっか。うん、じゃあちょっと入れてもらっていいですか？これ S って言われたけどさ、結局300ミリぐらい入ってるよね。なんだかんだ。かなり。1人分しか頼んでないのに2人分の飲み比べを用意してくれて、すごい親切でね。いただきます。ほう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 、なるほどなるほど。次が東京ブレンド。はい、和をイメージしたごまとかで、ああ、後味のスパイシーさでそれ言ってんだな。栄養感差もわかるよ、多分その、うん、そこのちょっと最後に残る酸がちょっと柑橘の皮のね、最後がザンビア。なんか一杯高かったですね。あ、うん、なるほど。これすいません、こんなところで申し訳ないですけど、飲み比べてみて味わいの違いいかがでしたか？全然違う。はい、ありがとうございます。どれが美味しかったかせーのでやりますか？うん、いや、この3種類で美味しかったのはせーのこれ。はーい、もう圧倒的ですね。ザンビア圧倒的にうまい。うん、プチ暮らしとコーヒーの動画でした。さよなら。楽しんで。豆買うんすか？はいはい。あ、すごい。焙煎日とかもちゃんと書いてある。結構飲み頃で出されてるんだね。そうね、すぐ飲み頃ぐらいだね。これ結構氷だね。パプアニューギニア。あ、本当だ。パプア結構テカテカだね。豆面見れるのいいね。何買います？ザンビアも結構氷だね。ザンビアとはい、買いました。出た、バルミューダスタバモデル。いかがでしたか？スターバックス、すごい楽しかったです。なんかスタバのテーマパークだったね。うん、楽しめましたか？めちゃくちゃお腹は結構飲みましたね。結構飲みましたね。飲み比べでも結構量あったよね。結構あったね。2人で飲んでもちょうどいいというか、タップンタップになるぐらいですもんね。はい、めっちゃ楽しめましたね。はい、さて何か買ったんですか？そう、2人が美味しいと言った、はい、このザンビアとはい、だからこの東京ロースタリーマイクロブレンド。はい、東京ロースタリーはここでしか買えないですね。そう、ここでしか、ネットでも販売してません。はい、はい、で中のスタッフさんとか、はい、視聴者さんも多くて声かけていただきましたね。そう、これをまあうちならどう入れるかみたいなね、なんか楽しみにしてますって言われたから、はい、やらないといけないと、ね、はい、楽しみですね。はい、じゃあ岡山に帰って入れてみましょう。はい、さよなら。暮らしとコーヒーの動画。マシュラが最初行ってみたかったのはスターバックスのロースタリー、はいはい、店内でもね、やっぱり聖地じゃないですか、コーヒー好きの。すごい声かけられましたね。そうですね。夏見店長ですか？はい。暮らしとコーヒーの動画さんですか？夏美店長は歩けば大体声かけられる。いや、そんなんでもない。あの時に買ってきたのが美味しかったなっていう。これ袋もかっこいいですよね。豪華ですね。ね、はい、で飲んで美味しかったもの、はい、これね、2人が美味しいと言ったもの、ちょっともみくちゃにされたんですけど、ザンビア2人が美味しいと言ったやつですね。これちょっと頭一つ抜けて美味しかったねって言ってたやつ、ザンビアですね。はい、それとこちらです。これはね、このそこのお店でしか売ってない、はい、東京ポークロースタリーマイクロブレンド、はい、これはもうロースタリーでしか売ってないブレンド、はい、焙煎日とかも書いてあってね、はい、コーヒー好きが行って楽しめるスタバっていう、はい、なんかね思ったんだけど、マシンであったりとか抽出であったりとか、やっぱ他のスタバではできない、うん、フラッグシップのお店だからできるあの感じって、うん、スタバが日本で始まった当時のまだなんかこう手が介在する部分が多かった感じにすごく酷似してて、あ、僕が初めてこうコーヒーに入るきっかけになったスタバで、あ、こういう感じだったなっていうふうにすごく感じました。次回の動画なんですけど、これちょっと1個やりたいことがあって、結構豆が入れ替わってるらしいんですよね、新しい豆になったりとか、その都度こう抽出に関していろいろトライアンドエラーをしていると。僕らだったらこのコーヒーをこう落とすっていうのを次の動画でやってみたいと、東京ブレンドとザビアに関しての完全攻略を次の動画ではクラシとコーヒー流でやっていきたいと思います。はい、これを見てらっしゃるスタバの方々、ぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また X、Instagram と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、X はこまめに情報を出しておりますので、ぜひ X の方のフォローをよろしくお願いいたします。インスタはお店の情報を発信しております。はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画で SCAJ、TCTF に来てくださった皆さんありがとうございました。